次は西ヶ崎です。お客様にお知らせいたします。ただいま年末の交通安全県民運動が行われています。お互いに交通ルールを守って事故を起こさないようにしましょう。踏切では必ず一旦止まって左右の安全を確かめてから通りましょう。お客様にお願い申し上げます。携帯電話のご利用は混雑時優先席付近は電源オフ、それ以外はマナーモードに設定して通話はご遠慮ください。優先席はお年寄りや体の不自由な方がご利用できますよう皆様のご協力をお願い申し上げます。優先席は列車中央部オレンジ色の振り川前にございます。次は西ヶ崎でございます。